本山駅は、香川県三豊市と夜中町岡本にある、四国旅客鉄道予算線の駅。駅番号は Y18。現在は普通列車のみが停車する。無人駅。計画段階では、上、高瀬駅の北方より、現在の国道11号線に近い経路を通り、旧本山村寺家の本山寺の近くに開設される予定であったが、地元民の反対により、 路線が西方に変更され、旧総山村岡元に開設された。そのため、当時、駅名争いが起こったという。大雨の度に普通になり、水の本山と呼ばれたが、1965年の水害の後、線路とホームがかさ上げされた。1961年10月大夜改正の時点では、上り順急、瀬戸が停車していた。その後、 停車する列車や種別の変更を伴いながら、上り一本の停車は継続したが、1968年10月ダイヤ改正時点で、休行の停車はなくなっている。以前は、平日の午前中のみ駅員が配置されていたが、無人化された。島式ホーム一面二線を有する地上駅。一番線が上下副本線、二番線が上下本線となっている。交換列車がないときは、 列車種別に関係なく2番線に入線する。ポイントは男性ポイントで在来線で最初に設置され、時速 160km で通過した実績がある。休貨物ホームは補選用に利用されている。駅舎内にはオレンジカード未対応の自動券売機が設置され、また駅のうどん屋といううどん屋があったが、現在は営業停止となっている。 駅舎の隣に組取式のトイレが設置されている。以前は鉄道交際会の売店があったが廃止された。戦前は琴平駅バスの始発駅だった。1日平均の乗車人員は以下の通り、ありがとうございます。